最初はこれから、宮崎に向かいます。出張です。今回は1日だけですので、弾丸フェリーで行ってきます。15分だったと思うので、1時間前の4時55分ぐらいから、乗り込み開始の予定です。で今が、4時39分なんで、もうそろそろ、乗り込みが開始される予定ですね。なのでちょっと遅いです。フェリーが見えます。大きいです。じゃあ渋谷行きです。はい。はい。ちょっと待っていただいて、2列目、明日から2列目。はい。予約してあるので、QR コードで印刷ができます。もう学生さんがいるのかな。大阪から、乗るのは初めてですね。車で歩いては乗ったことあります。左が道路、右が道路、こんな感じで QR コードを印刷してみました。学生さんがいっぱいいます。
ところがチェックイン来て、キーは、カード式、非接触型のカード式ですね。で、これをフロントガラスの上に前に置いておくと。こんな感じ。ああ、チケット、あれ、さっき言ってた、ちょっと待ってください。あ、これ、はい、どうも。今日12月23日なんですけど、12月22日が冬至だったということで、日が落ちるのかなり早くなってますね。なのでもうほとんど、暗くなりかかってるような感じですんで、まあ夕焼けはちょっと見えないかなと。焼き始めました。乗り込みます。2階ですね。2階から、7階まで上がります。
シフリーです。たまの、ライトがあります。で、救命胴衣。で、もライトのスイッチとラムニティが歯ブラシとタオル。お風呂に入りに行くか悩みますね。入った方がいいのか。出港まであと30分ぐらいはあると思うんで、ちょっと考えます。展望デッキに出ます。涼しい。おお、滑った。
航海速力約23キロ、時速約43キロメートルの大型フェリーでございます。これよりご乗船の皆様にご案内での安全とする注意事項を申し上げます。
320円でございます。はい、じゃあ520円からアジサイ取ります。200円のお返しです。ありがとうございます。